寝られなかったの？まあ、僕は侵略者なんですか？カノー君、我々の仕事は日本の国益を守ることだよ。授業初日だし、緊張するのも仕方ないわよね。はい。物事の定義なんて見方によっていろいろ変わる。侵略者だと君自身が思うならそうなんだろうし、違うと思うなら違うんだろう。あまり思い詰めない方がいい。君は気楽にオタク文化をこの国に流行らせることだけを考えていればいいんだよ。ああ、もう土臭い。ドワーフが同じ部屋にいるなんて匂いが我慢できませんわ。ああ、やだやだ。全くです。